ソフトバンク 1-2 の3オリックス、1日、ヤフオクド。ソフトバンクが16安打12得点の快勝。2点を追う6回、中村晃の満塁本塁打で逆転。8回は打者一巡の猛攻で8点を加えて突き放した。オリックスは6回にマレーロの2点、アーチで先制するも投手陣が崩れた。